健康な体づくりの目的として今日より小学校の時間割は全て体育にする。はい、じゃあ1時間目体育の授業始めます。いけた？おりゃ授業全部体育にしてくれてありがとう。おりゃこれでずっとドッジボールできるね。はい、じゃあ2時間目も体育の授業始めます。はい、じゃあ5時間目も体育の授業始めます。疲れたよ。お前が全部体育にしたんじゃん。はい、じゃあ103時間目体育の授業始めます。もうダメだ。かあ、この組み合わせは最高だわ。さらに今日より日本の主食はお米の代わりにうまい棒とする。さらにお酒やその他飲料水は全て禁止し、飲み物はコーラだけを許可する。何言ってんのこのバカ息子。警察だ。貴様何をしている。な、何よあんた。コーラとうまい棒以外は禁止だ。でもあんた本当は羨ましいんでしょ。正直になりなさい。ピヨンピヨン。あのバカ息子ぶっ倒してやる。ここが息子の居場所ね。ママが侵入してきた。プラン A 開始。痛い目に遭わないと分かんないよね。何？プラン B？ 戦車ごときで私を倒せると思ってんの？こうなったら奥の寺、プラン Z。 残念ながら私、雷は大好物なの。ママ。悪いけど、これからあんたにすること全部ただの八つ当たりだから。あんた、もう参ったって言いなさい。あんた、もしかして。万が一に備えてダミーを作っておいたんだよ。あ、こちょこちょ。なあ、お前、意外にしろよ。じゃあ次、授業を始めます。はい、まあ、一時情熱と言いましたけれども、やっぱりまあであるからして。おい、ゆうき、お前授業中になるためだ。あ、今日飲んでるのは福岡の子供ビール、アルコール度数 0.0% らしいです。じゃあ皆さんも飲み物用意してもらって。はい、乾杯です。なめないのか。いや、飲み物飲まないと人間って死ぬっすよ。はあ、体の 70% って水分でできてるんで、水分補給って大切なんですよ。教師がそれを否定するって死ねって言ってるのと同じっすよね。そもそも学校はお茶かお水しか飲んじゃダメだ。それって意味ないっすよね。別に科学的根拠もないのにお茶とかお水飲ませるのってただの先生の自己満だし、お茶とかお水のアレルギーがあるとは無理っすよね。ちなみにこれは水分補給の他にブドウ糖とカラメル色素を摂取できるので効率いいです。ちゃんと考えてから物事やってください。ああ、今回許す特別だからな。はあ、はい、給食です。いただきます。いただきまーす。生卵嫌い。しょうがないわね。
喋りました。振られたね。一体俺たちの何がダメだったんだ。ケーキ買ってきたわよ。私のラブリーキュメン、バンビちゃん、あんしてあげる。はぁ、これからは天才同士仲良くしよう。そうだな、同じ痛みを持った者同士。ゆんちゃん、ゲームで遊ぼうよ。うん、楽しみ。負けたら勝った方の言うことを聞くっていうルールね。うん、よし、行くぞ。やー、負けないぞ。はい、ゆんちゃんの負けです。じゃあ僕の言うことを聞いてもらいます。僕と付き合ってもらいます。え、ま、お互いのこと悪く思ってないし付き合いましょう。そんな感じで付き合いたくないんだけど、ひどい。ちょっと待って、ゆんちゃん。お母さん、僕の靴早く走れるから運動した方がいいよ。気が利くわね。で、なんでそれを知ってるのかしら。いいから、走りに行こう。さ、そこのボタン押せば早く走れるよ。ここね。バカが。お母さん、大丈夫？自分の名前言える？散々俺をこき使いやがって。お前の名前はデブ子だよ。今日から俺の奴隷だ。あ、キイコだったわ。え、アネスケ、あんた何してんの。デブ子だってば。待ちなさい。なるほど、あれは家なのか。お母さんが、お邪魔しまーす。うわあ、こう、やった。お母さんが、お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。ボロンジャあれ、ここはどこ？あなたは誰？下手くそな芝居はやめなさい！ん？様子がおかしいわね。ちょっと来なさい。診断結果の方ですけど、記憶喪失です。記憶喪失？あんた、自分の名前は？治療費の件ですが、1000万円ほどあれば記憶を取り戻せますが。いや、直さなくていいわ。それだと屋根助君の人生を。あなたの名前はスネ焼け、ちゃんと覚えた？うん、僕の名前はスネ焼け。いい子ね、それじゃ帰るわよ。バレちゃったか。金子、お前